にゃん吉くんのつれづれにゃものだからレッスン開始。レッスン初日、にゃん吉は浮かない顔をしていた。苦手なダンスレッスンがあるのだ。ダンスレッスンは必ず受けてください。ギャー、わしはこうやって歌うからダンスなどいらないのじゃと言いつつも、教室に入る小学生とおぼしき子から社会人までいる。はい、レッスン始めるよ。先生来た。柔軟体操、にゃん吉は体が硬い。次はダンスの振り付け。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、やってごらん。あれ？オッケー、次は音楽かけるよ。はーい、いや、オッケーじゃないっす。チャララー、チャララーン。みっちりレッスンさせられた。やっと歌のレッスンを受けられる。ボイトレの先生はあの時のおじさんじゃった。今日から入ったにゃん吉くんです。よろしく。では、ワクワク。そうそう、この前駅の近くでね、なぜか雑談が始まる。はぁ？15分も喋り続け、ようやく。こんな時間か。では一人ずつ歌っていきましょう。ララララララーン。みんな素人並みに大したことないぞ。すごく失礼。次、にゃん吉くん。はい。にゃふふー、にゃにゃにゃー。ざわ。あの反応、やはりわしはいけるのかも。全員歌い終わった頃、キンコーン。よし、ここは。今日はここまで。往復2時間かけて歌ったのはたった1曲。こんなんで歌手になれるのか、一抹の不安が残る。続く。